グリーンロケッツトライステーション、番組ナビゲーターの高橋飛鳥です。この番組は千葉県東葛エリアを拠点に活動し、ジャパンラグビーリーグワンに所属するラグビーチーム NEC グリーンロケッツ東葛を熱く応援し、またラグビーの魅力をたくさんの方に知ってもらう情報発信基地です。今回はグリーンロケッツの拠点 NEC 我孫子グラウンドの最寄り駅天王台駅に来ています。今回ここで何をするかというと、お願いします。グリーンロケッツ統括宮島博之です。グリーンロケッツ統括松浦浩一です。というわけで今回は宮島選手、松浦選手と一緒に天王台駅周辺のおすすめスポットを巡っていきます。それでは行きましょう。でーす、はい、ではブラブラしながらいろいろ伺ってまいりますけれども、はい、まずでは松浦選手のポジションはどちらなんですか？僕は、センターというポジションで12番と13番12番と13番、はい、どんな役割があるんでしょう？どんな、バックスの中でも、まあ、ボールを持って結構ガツガツ相手にぶつかっていくポジションですね。宮島選手はポジションはどちらですか？ウィングフルバックをやってます。はい、バックス、はい、どんな役割があるんでしょう？バックスの一番外にいてトライを取るのが主な仕事。お、はい、みんながつないでくれたボールをトライするのが仕事です、はい、ってことは脚力には自信がありますね。そうですね、はい、今オフシーズン中の練習ってどういった感じなんですか？僕ら社員選手なんですけど、朝の7時から、まあ、フィットネス走るだけのトレーニングをやって、9時から会社の業務、で3時まで仕事をして、3時半からジム、筋トレですね、はい、筋トレと、まあ、ボール使ったちょっとスキル練習みたいなのをやってます、はい、なかなかハードですよね。そうですねですよね、はい、ね、練習だいぶハードだと思うんですけれども、やっぱモリモリ食べるんですか？僕は結構太りやすいんで、そんなに食べないようにはしてます。あ、そうなんですね、はい、うんうん、宮島選手は？僕はあの痩せやすいので。あ、逆に、はい、なんで、まあ、しっかり食べるように、この時期は特に食べるように頑張ってます。うんうん、夏バテしないように、はい、なるほど、ね、この天王台駅周辺ってたくさんお店あると思うんですけれど、どうですか、おすすめスポットとかありますか？もう、NEC のラグビー選手たちが大好きな、まあ、お肉屋さん、精肉店屋さんがあるんです。はい、そこの、まあ、僕はお昼ご飯を買いに、まあ、弁当を買いに行くんですけど、うん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 、そこの山田精肉店屋さんの弁当が一番美味しいかなと思います、はい、見えてきました、はい、赤いテントです。山田屋精肉店さんということで、ね、選手の皆さんおすすめスポットですよね。はい、はい、あ、そしてこちら、これグリーンロケッツのラッピングですよね、はい、自動販売機いいですね、なんか爽やかで。一緒ですか、はい、確かにぜひ後で皆さんと一緒に並んでみたいと思いますけれども、はい、じゃあ早速入ってみましょうか、はい、こんにちは、では失礼します。すごいショーケースがこんにちは、ちずらっと並んでますけれども、こう好きな部位とかってあるんですか？僕はトントロが好きです。トントロ、トントロどこに？トントロ、あ、あった、トントロ、これですね、はい、トントロ美味しいですよね、はい、どうですか、はい、僕はあの、はい、豚肩ロースとか、あの豚のロースのしゃぶしゃぶ肉が好きなんで。確かに、はい、お家にこれ持って帰ってご自宅でご家族で召し上がるっていう、はい、あ、いいですよね、やっぱりね、お肉屋さんのお肉美味しいですからね、はい、新鮮でいい肉がいただけるんです、うんうんうん、あとそれとお弁当もあるんですよね、はいはい、お弁当おすすめのメニューとかありますか？僕はスタミナ丼ですね。スタミナ丼、はい、何が入ってるんでしょう？トントロが入ってます。あ、やっぱり大好きな部位が入ってますね、はい、うん、ニンニクがいっぱい入ってます。はい、なるほど、だからスタミナ丼なわけですね。どうですか、おすすめのお弁当？お弁当は結構あの揚げ物が好きなんで、ささみのカツの弁当とか、とんかつとか。わー、いいですね、はい、そっち系をいただいてます。
ぱり地域のお店ですからね、皆さんにも来ていただきたいですよね、はいはい、ぜひいらっしゃっていただきたいと思います。ここでグリーンロケッツファンクラブ会員募集のご案内です。入会いただきますと、もれなくこちらの入会特典がついてきます。ぜひクルーの一員になって来シーズンも熱く応援しましょう。山田野生肉店さん行きましたけれども、じゃあ、はい、次また行きましょうか、はい、お願いします。お願いします、はい、ね、休日とかって皆さんはどんなことをされてるんですか？僕は、はい、練習が終わって、はい、すぐ飲みますね。あ、飲んじゃうんですね、はい、家にチームメイト呼んで、あ、いいですね、飲んだり、まあ、どっか飲みに行って、うん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 、はい、飲みコミュニケーションですね。そうですね、はい、どうですか？僕はあのチームメイトとゴルフによく行きます。ゴルフ、はい、休みは、はい、はい、もう結構なお手前で。あ、僕はまだ初心者なんで、はい、まだまだ。何年目ですか？あ、まあ、始めてもう4年ぐらいなんですけど。あ、はいはい、まだまだ、ちなみにあの今のオフシーズンで業務もされてっていうところをお聞きしましたけれど、普段ってどういったお仕事をされてるんですか？僕は事務作業なんです。うん、はい、パソコン、まあ、はい、そうです。テレワークでほとんど家でやってるんですけど。そうなんですね、はい、在宅勤務。在宅勤務です。あ、はい、同じですか？あ、そうです。僕も基本的にはあの在宅勤務でやってるんですけど、はい、あのチーム の, あのスポンサー獲得の、はい、僕営業部門に所属してまして、はい、それであの地域のあの企業さんを訪問したりとか、うんうんうん、っていうことが時々やってます。なるほど、はい、チームでのコミュニケーションだけではなくて、こう地域とのコミュニケーションもガツガツ取っていかれるということですね、はい、やっぱ選手があの仕事兼務して、はい、なんか地域回るってあんまり他のスポーツないと思うんで。確かに、なんか地域の人と関われるのはちょっと面白いなと思ってやってます。うんうんうん、さあ続いてはこちらということで、皆さんよく行かれる丸美さんですよね。はい、はい、よく行かれますか？やっぱりよく行きます。行きます、はい、最近はいつ行かれました？ 2,3 日前。あらあの先週末。あ、本当ですか？じゃあもう通い慣れたというところで入ってみましょうか。はい、はい、では行きます。失礼します。こんにちは。こんにちは。ではお店自慢の丸美ランチ、そして鶏から揚げです。いや、もう本当美味しそうですけれども、まずはどちらからいただきますか？じゃあ僕からいきますか。はい、鶏から揚げ、はい、お願いします。いや、めちゃくちゃ大きいですね。すごいですね。これ普段も食べられてるから揚げ、このサイズ、はいはい、はい、あのファン感謝祭で話題になっていた、ね、結構こんくらいって言って嘘って言ってましたけど、はい、これ本当ですね、はい、いただきます。うわ、いい音、おいしそう、いいな、ジューシー。見てるとやっぱ食べたくなる。ね、お腹空いちゃいますよね。どうですか？うまいっす、はい、久しぶり食べました、はい、うんうんうん、久しぶり食べました、はい、久しぶりと言いつつ、何日か前もいらっしゃってますもんね、はいはい、飲みに来てました。そうですね、はい、うんうん、ランジは久しぶりです。いや、美味しそう。じゃあ続いては丸美ランチ、はい、お願いします。いただきます。こんな4種類もおかずがあってすごいですよね。これは豚、キムチ、あ、まずはお味噌汁から。あ、美味しそう。いや、隣の食べたくなっちゃいますよね。それ食べたいです。ねえ、豚キムチ美味しそう、ご飯が進む。いいな、私もお腹が空いてきました。やっぱこの唐揚げすごいですよね。わあ、ジューシー、いい音、ね、皆さんもあの行きつけということで、もうね、あのお店も結構満員になってしまって夜もいっぱいだそうなんですけれども、皆さんよく通われているということで、ね、こう夜はお酒も結構ね飲まれるらしいんですけれど、かなりねコスパもいいそうなので、ぜひ皆さんもいらっしゃって
しゃっていただきたいと思います。唐揚げ定食いかがでした？いやめちゃめちゃ美味しいです。もうあの外がねやっぱカリッとしてるんですよ。中脂がもうすごいんですよ。肉汁がもう口の中でちょっと熱かったですそっか、出来たてほやほやですもんね、はい、今日はちょっとねボリューム感じるためにこのままお出ししてくださってますけれども、いつもはちょっと食べやすいサイズで、ね、はい、切っていただけたりもします、はい、ありがとうございます。そして丸美ランチいかがですか？はい、もうあの4種類あるんですけどどれも美味しくて、はい、で豚キムなんかご飯に合うんでご飯が進んで止まらなかったです止まらなかったですね。やっぱねこう4種類ちょっとずつあるのがお得感もあっていいですよね、はい、そうですね、はい、種類多いとちょっとテンション上がるんでグリーンロケットさん、いつも応援しております。来シーズンも頑張ってください。来年はなんとか、もう地域のために頑張らなきゃいけねえなと、みんなに激飛ばしちゃいたい。だから勝てばうちがキャンペーンをやる。去年は全然やらずだ、今年はなんとか何回もやれるように頑張ってくれる。それでは最後に来シーズンへの意気込み、そして視聴者の皆さんへのコメントをお願いしたいと思います。まずは宮島選手から、はい、来シーズンはやっぱりベスト8をまず目指して一歩ずつ確実に勝ちを取れるように頑張っていきたいと思っています。で今シーズンはやっぱ思うような結果は出なかったので、来シーズンファンの皆さんのことをクルーって呼んでるんですけど、クルーの皆さんと一緒に戦って勝つ喜びを分かち合えるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援とご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて松浦選手もお願いします。はい、まあ、去年昨シーズンは1勝もできなかったんですけど、来シーズンはまず1勝するために日々練習頑張っていきたいと思いますので、ぜひ会場にお越しください。で声援よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけで今回は宮島選手、松浦選手とともに天王大駅周辺を巡りました。いや行きつけのお店とっても素晴らしかったです。そして何より唐揚げ、本当にボリュームたっぷりで美味しそうでした。私もまた行ってみたいと思います。さあ次回のトライステーションも選手と一緒に統括エリアのおすすめスポットをご紹介します。また NEC グリーンロケッツ統括の話題はライブニュースでも放送しますので、ぜひご覧ください。それでは次回もお楽しみに。